はい、まず YouTube の録画が始まりましたが、ニコニコ生放送切り替えるの忘れた。インドキャプチャーこれ OK。よし。で、これを、こうしてと。これをこう。で、OK。よし、準備が整った。はい、1本目のゲームはこちら、スターワードログを本日は紹介します。このゲームは360パート推奨です。てか、キーボードとマウスでやるもんじゃね。いわゆる、ツインスティックシューターに当たります。確かこいつはクリアしたから、レッドシフト。そうだな。まあ、普通の機体から使ってっか。難易度とりあえず、ノーマル、イージー、ベリーイージーまではクリアしましたんで、ハードから、やっていきましょう。どんなゲームかっていうと、ハッカーのスラッシュです、いわゆる。ツインスティックの、右側で動かして、左側でショットを打つっていう感じのゲームですね。この辺の形のシューティングライクな、発汗のスラッシュになってます。どの辺が発汗のスラッシュって言われると、この辺の、ゼルダの伝説にある、迷宮ですね。これが、発汗のスラッシュ要素です。はい、いつもあれだな、フルハイデフのハイゾードやってるから、いざ画面を小さくすると結構見づらいな、このゲーム。 で、部屋っていうか、迷宮中には、いろいろとアイテムがたくさん落ちてます。あ、これ壁貫通するんか。フェイサーガンは、ダメージは低いけど壁は貫通する。で、ノーマルショットは普通に、どっちにしよっかな。まあ、爽快感あるこっち行きましょうかね。ダメージが変わるわけじゃないし。で、画面の右上の方に、マップが出ておりますが、このマップをどんどん走破していくって形になりますね。で、このエリア中にいるボスを倒して次のエリアに進むっていうのを繰り返していって、最終的にごめん、の、一番最下層っていうか、ごめんのラスボスを倒すとゲームクリアっていう形になってます。ミサイル5発あるから取れるな。顔みたいなマップですね。ここはそうかな。いや、いろいろとマップを探すとどんどん、広がっていくはずなんで。よし。あ、ほんまや。しまったしまった。どうしよう。どこに置こう。これ別にこれなくてもいいんだけどね。そういうことか。わらわら顔。あ、これでいく。やっぱりアイザック系統のゲームであったか。ユニークな独自要素ってあります？ない。割とアーシェンゲームズ自体は死ぬほどオーソドックスです。てか、アーシェンゲームズがやっと普通のゲーム作ったって感じですかね。てか、解像度が低いから画面中の敵が全部見えない。褒めているのか。まあ、正直アーシェンゲームズに期待してたゲームじゃないなっていうのはあったりするね。で、今、リスナーの方から、いただきました通り、まあ、アイザック系のゲームですが、こう迷宮探検して、いくっていうシューティングゲームで、まあ、割とたくさんアイテム落ちてますよってぐらいかな、強いて言うと。で、アイザックに近いんだけど、敵の攻撃方法がその弾幕シューティングを模してるものになってます。っていうか、難易度説明の時点でですね、一番難しい難易度に、東方シリーズぐらい難しいよっていうふうに書いてあった。あ、ここボス面だ。まあ、ノーマルランクでも正直キーボードでプレイすると苦痛しかないってぐらい難しいですね。
じゃあどの辺が、となるとじゃあどの辺がローグライクなのって話になってくると思うんだけど、あ違うな、順番が間違った。順番に進めしなくちゃ。ま、弾幕シューティングを模して作っていく、まあ、弾幕シューティングライクな、難易度という、形なんですが、実際のところこの通常面については割と地形なり遮蔽物がたくさんあるので、それほど弾幕とまともに向き合う必要がありませんし、弾をスクロールアウトで消せるので弾をスクロールアウトで消せるから、それほどなんか弾の数そんな多いんですけど、それほど厳しくない。あ、レベルアップしました。敵を倒すと経験値が溜まってレベルアップします。さあ何欲しい。スモールしかねえな。エネルギーパック、ヘル、ミサイルパックとりあえずつけとくか。よし、きつ、まあ、弾幕そのものはひどいんですけど、弾幕そのものはきついんですけど、いろいろと障害物が、たくさんあるので、思ったほど難易度は、高くないです、この時点だと。でどの辺が弾幕シューティングなのって話になってくると、ちょっと待ってね、今それを説明するためにまずボス戦を見せなくちゃいけないんだけど、ボス戦に行く前に先にアイテムの説明が出てくるな。フィールド上にはたくさん広大な形でアイテムが落ちてますから、頑張って、アイテムを集めていきましょう。アイテムを集めるとすごくいいことがあるよ。まあ時期が強くなるしね。手法、そしてサブウェポン、そしてつけるだけで強くなる装備品なり、一回しか、使用回数一回だけの、消耗品なり、フィールド上に、エリア上にたくさん落ちてます。アイテムショップもあったりもするので、お金もたくさん集めておいてアイテムをガン買って、強化していきましょうっていう感じのゲーム。あ、めんどくさい。めいった、実から伸びてるラインは斜線じゃないのね。いや斜線ですね。これは攻撃判定は特にありません。いった、食らった。あれ、雑魚もおっか。あれ、どっかまだなんかおるってことか。めんどいな。一匹壊してなかったみたい。あった。あかんあかんあかん。死ぬ。死んだ。くそ。この形全5名になってます。アイテム引きが悪かったん。ベーシック、なんでフェイスガンしか出へんの。イサークの5番戦時くらいを狙ったのかな。まあ難易度そのものは先ほどリスナーの方が抱いております、その伊作さんと比べて随分とその弾の密が高い、感じのゲームになってますが、5番で済むのか困惑。
まあ、正直今遊ぶとしたら古いよねこのタイプのゲームって。で特にやっぱ外人スティンスティックシューターすげえ好きだからさ、ここ最近で言うと何だったっけ、ニュークリアマットネスだったっけっていう、結構やっつけ感がひどい、完全につなぎで作ってますねこれここ最近で言うと何だったっけ、確かにニュークリアマットネスと、そしてアサルトアンドロイド、カクタスが出てるから、そっから考えるとちょっとこのゲームどうなんっていうのはあったりすんね。さあいきなりボス面ですが、ただこのボスに関してはこの遮蔽物がない状態で真面目に付き合わなくちゃいけなくなるから、この時だけはちゃんとした普通の弾幕シューティングっぽくなります。とは言っても、ツインスティックシューターの多くがほとんど一撃死が当たり前っていうところがあるんですけど、このゲームに関してはヒットポイントがあるので、それほどヒットポイントが十分にあれば、ていうか最終的にライフ30とか4って普通にいっちゃうから、まあ、少々被弾しても怖くないですね。まあ、正直もうちょっとライフ減ってもよかったんじゃないかな、うん。それはそれでモーコンが死滅しそう。リデュースリロードタイム、25%。あ、25% オフだって、リロードタイム。あ、いいね、これ。で、これで、ボスを倒して、次に進みましょうっていう、ゲームになってます。ですが、次に進みませんよ。まあ、この間形なんで、通常面に関しては、まあ、いろいろと遮蔽物を生かして敵の弾幕と真面目に付き合わなくていいんですけど、ボス面だけは真面目に弾幕シューティングをやんなくちゃいけないんで、それがちょっと厳しいから、頑張ってアイテムを集めて、すいません、今ただいま枠取り中です。よし、お待たせ。まあ、先ほどから、リスナーの方からの失礼な、コメントいただいております通り、ちょっとね、正直、もう今時ツインスティックシューターでこれはっていう感じの、なんかもうちょっとひねりは欲しかったなーってなったりしますね。しかもアイテムがいいもんね、しさん。ただまあ割とこういうガチの弾幕が飛んでくるのですげえ。ゲームであったりする。この辺の結構。スタースデヨンとレアチの出来が不安になってきました。ああ、それは、まあぶっちゃけユーザーインターフェースに関しては相変わらずのアーシェンゲームズなんで、そんなに期待者はしない方がいいと思うんだけど、スターズビヨンドリーチだけは本当になんとか成功するといいですねっていう気持ちで。危ね。どうやってんの？あ、見えへん。これやっぱフルハイデフじゃなくてフルハイデフ解像度前提だわ。これさすがにちょっと見づらすぎる。どこに敵がいるのかわかんねえ。あ、ルート落ちてた。ディフェンスカバーか。なるほどね。うん、これでステージ終わりか。ロボットショップ。ロボットショップ使うか。しかも微妙に足りひんし。
ちょっと鍵1個使って店入ったのに金が足りなくてそのまま何も買わずに出て行ったよ。悲しい状況に陥ったよ。アニメ行くか。もうこれで大抵ツインスティックシューターっていうと敵が弾撃たないってことが多い。弾撃ってもそんなにアホみたいに撃つっていうゲームじゃないんですけど、このゲームアホみたいに弾が出ます。で、ハブラスト、ツーファミリアーズ、ビフォーアイ、ネクストフロア、フォワーズボーナス、ドロイド2体でボーナスはつくか。何が手に入る。ベノムガン。あ、なるほどね。これでいこうか。通常面に関しては地形があるからまだいろいろとこのヒットアンダーウェイなりこの遮蔽物を生かしてうまいこと逃げていきましょうというのができるんだけど、ボス面に関しては真面目に弾幕と付き合わなくちゃいけないから、その時だけはそのちゃんそうだな、 このゲームの当たり判定にしては結構やばい弾が飛んでくる。のでこのゲームにしては割とそのやばい弾がたくさん飛んでくるので、バンティーハント、よし、ボス戦に向けて、いろいろとそのエリアを探索して、そしてアイテムを集めていくというゲームになってます。ただそのどこの辺がローグライクなのっていう風に言われると、ボス戦がローグライクの探索じゃなくて、生存にあたって、そうはねんな、曲もねちょっと別に、ゲームには合ってる曲だと思うけど、そのなんていうかパブロベガの新曲だ、やったーっていう風な感じの喜びはない。てか思ったよりもその、なんていうか、普通にまとまってしまってんのよね。なんか、僕がアーシェンゲームズで求めていたのはこんな普通なゲームじゃないっていう気持ちでさ、正直、個人的に言うと、無料配布してたバイオニックデュエスの方が面白かったよっていう話。けど難易度ノーマルだと平凡なゲームだけど、難易度ハードぐらいにしてくると多分日本のゲーマーがやっても満足できるレベルのひどさにはなってると思うよ。あとあれだな、これ画面の解像度がちっちゃいと敵を遠方で視認しづらいっていうのもあるけど、鍵を使って開けて何が拾える？ターミナル EMP。その画面中に出てくる敵の数も少ないから、この解像度ちっちゃい状態でプレイするとあんまりその弾がすげえ飛ぶんだよっていうゲームじゃないよねこれ。あ、でもハードランクちょっときつい、さすがにきついハードランク。何が出てくる？あー、タクティカルニューク。ええわ。鍵2枚も使って手に入れるようなアイテムじゃないけど。コンシューマブルショップ。ああ、しまった。さっき鍵使ったから鍵で開けれないんだ。ハードランクになったらあれだ、ヒットポイントを増やすシャドウもたくさん取んなくちゃいけないんだ。
一応ハードランクだったらヒットポイント増えにくくなってんな。ノーマルランクだと8つ取ったらヒットポイント増えるっていう風なかけらがたくさん落ちてるんだけど、ハードランクだとそれが10個取らなくちゃ増えないって形になってんね。思ったよりヒットポイント増えにくくなってるわ。あ、ミニボス面で、誰が出てきた。よしよし、鍵ねえんだよ、鍵ねえんだよ、だから。リリースダメージトークンフロムエクスプロイティブ、あ、エナジー、買っとこう。ダメージブースト 2% 買っとこう、安いし。こんなもんかな。ちなみにお店にはショップキーパーがいまして、ショップキーパーを倒すと、アイテムがただで手に入りますけど、手に入るアイテムは特にゴミが手に入ります。こういう具合でね、さっきとアイテムの内容変わりましたね。これは取るとただ手に入るんですけど、取ると敵がちっちゃくなるっていう、というとデバフのアイテムが手に入ります。これショップキーパーのシステムっているんかなっていうのはちょっとあったりするね。これローンチの時にはなかったんですけど、後で追加されたんですよ、ショップキーパーで。いざショップキーパー倒して手に入れようと思ったらデバフアイテムが手に入るっていう、あのこのゲーム相当に正直きついゲーム、難易度そのものは結構きついゲームだから、このデバフアイテムとか置かれると困るんだけどなっていう。あとどこに敵がいいんだ、よしよし。あー全部スモールしかない、ブルートでいいや、ダメージアップ。おどうやら運よく秘密のショップを見つけましたね。秘密のショップはヒットポイントと引き換えにアイテムを入手できます。インフィニティ、でエナジー、ヒットで、からゲインダブルバリュー、クレジット、クレジットが増える、オッケーオッケー。ヒットポイントを支払って秘密のお店からアイテムを買っときましょう。うん、鍵か。あ、確かにダメージ食らわなくなってんな、レーザーの。食らってる食らってる、気のせいやった。じゃあさっきのアイテムなんやねん一体。まだ続きあるんか。何がある？アイテムじゃなかった。最初に地形貫通する武器手に入ったんやけど、これ多分あれだな、ノーマルランクじゃ手に入らない武器なんだ。ちょっとノーマルランク今の5周回ってるけど手に入れたことがなかったから、よし。これでここは、ディフェンシブショップ。起きることすべてが想定内でワクワクしない。まあまあアーシェンゲームズとしては初めてのタイプのゲームっていうのがあるんだけど、別にこれアーシェンゲームじゃなかったらみんな作ってるタイプのゲームだよねっていうかところがあって、ただまあ日本だからこそそう言えるのかもしれない。アメリカってほらそれほど弾幕シューティング言ったら一撃死、一発で死ぬ、一発で死ぬ、耐久力で弾幕シューティングやらされるっていう機
会がないから、そこから考えると、まあ、弾幕シューティングに相応しい弾の数が飛んでくるゲームで、それがこのローグライクの探索当たり判定でかいから、それほど言うほど弾きつは飛んでこない。このゲーム、この当たり判定のサイズでさ、普通の弾幕シューティングぐらいの密を飛んでったらほとんど犯罪だからね。普通に買ってしまった。なんでアメリカの人に向けて言うとこれぐらい難易度でちょうどいいのかもしれないね。うん。だから日本のシューティングゲーマーでしか、言ったらその20年30年シューティングゲームやってる人たちじゃないと避けられないような弾が、まあ、手軽に楽しめるっていう点では、面白い調整だと思う。これまで弾幕シューティングに関していろいろとどういう風に難易度を下げようっていう形でみんな苦労してる、これ難しいんだよな。弾幕シューティング何が悪いかって話になってくるわけじゃないんだけど、まあ、難しいことが面白いってわけじゃないっていうのはあるのよね。一つとしてこのそれほど難しくなけてもやってて面白いっていうゲームの作り方をしてたのが、まあ、言ったらアメリカの方のゲームになっちゃうのよね。その、例えばその、マルチプレイなり、AI プレイヤーなり、アメリカの方はどちらかとそっちの方の、難易度をむちゃくちゃアホみたいにゃ、難易度を作らずに、どれでしょう。コンパスマスター、マインマスター、どれも欲しいんだけどな、マインマスターでいっか。あ、爆発性だ、爆発そんな来ないしな。コンパスマスターでいいや。そんなあんまり思ったりないんですけど、チープアイテムにロボットショップに、メジャーアイテムストレージ、アイテムストレージがある方向に進もう。まあ、この手のツインスティックシューターにしては割と尋常ない弾の数が飛んでくるよって話なんだけど、これがね、5年前にリリースされてるんだったらまだ良かったんだけど、今の時そのアメリカでも弾幕シューティング作ってるし、アメリカなりも含めて韓国もそうだし、だからそういうと目新しさっていうのは特にないっていうのはあったりする。ただやってると面白いよね。あ、そうだ、間違った。どっかの話をちょっと元に戻さないと。日本の、弾幕シューティングっていうのは、すげえ、特殊な環境で作られたゲームでして、ゲームの進歩ってわけじゃないですけど、まあ言ったらその長年ずっとゲームやってる方々を商売にしていくわけだから、やっぱどんどんプレイヤーのその基礎的なスキルのレベルが上がっていくもんなんよ。まあ言ったらどんどんプレイヤーってゲーム上手くなっていくもんでして、
それに合わせて、業界全体がそのメインとするターゲットの年齢層に合わせた、難易度のゲームを作っていった。特に日本ではゲームセンターっていうのが、まあ、アメリカよりも長く、続いたおかげでですね、ゲームセンターが、ゲームのシーンを、引っ張り上げてきたところはある。でその流れのためにですね、何の話したんだっけ、すいません。ちょっとシューティングゲームとかアクションゲームやると、その喋ってる最中に物事忘れちゃうんよ。話を戻しまして、日本のそのゲーム環境が特殊っていう話をしてたな。ほんで、なんで特殊かってゲームセンターが、ゲームのシーンを引っ張り上げてきたってところがある。で、それで、ゲームセンターは、どっちかというとアーケードライクなゲーム。言ったらその、お客さん殺して50円得るっていう、そういう、ゲームの作り方をしてたから、高難度ゲームの、開発と、そして高難度ゲームをプレイするプレイヤーっていう、共振化が生まれた形になってます。ので、じゃあアメリカのゲームが簡単なんかっていうとそうでもなく、アメリカのゲームはアメリカのゲームで死ぬほど難しかったです。まだゲームセンターがあった頃はね。ただまあ、おうちのゲームが中心になってったっていう部分があって、まあ、パソコンでゲームする、そうだな、オタクの迫害が、日本よりも長く続いたっていうのと、あとは、早いうちに PC ゲームで、PC ゲームの環境が出来上がったっていう部分があって、家庭用の難易度の作り方が中心になってきた。でそれで、難しいゲームより、まあ、難しくなくて、面白いタイプのゲームの作り方。難しくなくて面白いっていう、何が手に入る？こっちでいいかな。ダメージこっちの方が高いけど、弾数多い方がいいや。何を言おうとしたんだったっけ。あ、そうだそうだ、つない形で高難度ゲーム、難しい難易度で楽しませるっていう作りが日本独特のもんなんよ。うん、アメリカの場合だったらマルチプレイなり、まあ、AI プレイヤーっていう形で、まあ、PC ゲームっていう環境のおかげで PC の進化とともにどんどんゲームが、ゲームの中に盛り込める盛り込める要素が増えてきた。なんで PC の進化とともに、ゲームが進化していったアメリカに対して、日本の場合は特注でも基盤っていう市販で売ってるパーソナルコンピューターよりはるかに、レベルの高い、ものを専用機という形で使ってた部分があって、その辺でハードウェアのおかげでゲームのグラフィックなり、処理速度なりをカバーしていった形があったから、間違った、日本の方はその辺でゲームの、成長そのものはガンと一気にアメリカと比べて上がってるんだけど、そのアーケードスタイルなりも含めて、高難度の、何を言おうとしたんだな、高難度ゲームを楽しむ土台が出来上がった、アメリカにあるのは、アメリカには高難度ゲームを楽しむための土台がなかったって言おうとしたんだけど、それを説明することはうまいこと見つからない。で多分それは日本のゲームセンターによる、まあ、お客さんを殺して50円得るっていう、そういう、商売と、まあ、
アーケードが長い間ゲームのシーン引っ張ってったってもあると思うんだけど、特にこのシューティングのようなアーケードライクのジャンルに関して言うとうまいこと回ってると思うんだけどな。あれ何の話からこの話になったんだったっけ。ちょっとすいません、割と玉よけに集中しながらプレイしてるおかげで自分が今何を喋ってるのかよく分かんなくなりました。なしなし。あと、いけたいけた。あ、これ全部かな。ただ今言ってるその日本でしか盗難のゲームが楽しめないっていう時代はもう、終わりを遂げました。今アメリカの方でも割とこの弾幕シューティングを作ってるメーカーがたまたま出てきてる、日本ほど多いってわけじゃないけど、モアレアルート、ダブルコイン、スクファスショップザビション、シークレットショッパー、アイテム低くないしな、ルートたくさん落ちる方でいいや、タクティカルニュークの他にいいアイテムが手に入らない、組まないと分かんないんだよな、これ、うわパワーアップアイテムが欲しいんだけど、ニュークと AMP 多分これもそうなんだろうな、きっと。開けてみて、あーダメだ、もうちょっとパワーアップアイテムが欲しい。あれは難易度ハードランクにするとそこそこ遊べんな、このゲーム。ちゃんとまあうまく当初の設計通りになってる形かな。多分ノーマルランクだったらアメリカの方々の向けのランクになってるんだろうね。日本で割とちゃんとシューティングゲームやってる人たちがこのゲームやろうとするんだったらハードランクぐらいがちょうどいいのかもしれない。で、このゲームがその想定してる設計っていうのが、その、通常面は壁とか遮蔽物があるから、これで弾幕避けれるから、いいよねっていう、作りになってる。なんだこれは。ヘルスが1増えて、さらに、エネルギーが 5% 増えるか。さあもうほとんど部屋探索し尽くしたから、しまった、また言おうとしていることが途中で抜けてしまった。振り出しに戻る、また最初の方まで戻るんじゃよ話をね。で、通常面に関しては、まあ、弾幕たくさん降ってくるけど障害物あるから避けるからこれでいいよねっていう形になってて、でボス面に関しては遮蔽物がないからちゃんと真面目に弾幕と付き合わなくちゃいけないっていう作りになってる。でそのボス面でちゃんと弾幕と付き合えるようにハックアンドスラッシュしてアイテムを集めていきましょうっていうのが、このゲームの作りになってます。ロボットショップ、まあいいや、お金あるから、あ、全部買えるわ。オッケーオッケー、よしよし。ちゃんとハートのかけらを集めてヒットポイントも増やしておかないと。
かしまあこの武器相当楽やな。地形貫通するだけで全然ゲーム性変わるっていうか、ゲーム難易度が下がるな。ただまあそれでもボス相手やったらちゃんと真面目にシューティングゲームやんなくちゃいけないんですけど、でその真面目にシューティングゲームやるのが辛いっていうことで、いろいろとエリア上にアイテムをたくさん用意して、でこのアイテムで、攻略していきましょうっていうのが、このスターワードローグの基本的な設計になってます。でその難易度ってのは基本的にアメリカ人向けに作られてるもんであって、これまで散々そのなんていうか50円握りしめて高難度ゲームやってますよっていう日本人がやるタイプの、難易度ではありません。なので日本でやるとこのゲームは正直ちょっとがっかりゲームに入るとは思う。あれ、この面初めてや。ツインスティックシューターって結局引き打ちしかしなくなるのがゲームとして辛い。そうやねんな、そこはあるよね。はあ、はあははあ、こっちじゃないんか。あ、いけた。あー、何が減る？ヒットポイントか。すいません、今枠取り中です。少しお待ちください。はい、戻った。先枠で、最後の方にリスナーからコメントいただきました通り、そうなんよ、そのツインスティックシューターで基本的に引き打ちばっかりになっちゃうのよね。ただまあこのゲーム一応その画面外からも一応弾が飛んでくる形になってるから、このアホみたいに弾が飛んでくるから早いこと敵を見つけてやっつけましょうっていう点では、なんとか回避をしようとしてるとは思う。その点で言うと、アタロスアンドロイドカクタスに関してはあのステージの構造がゲーム中にゴロゴロと変わることによって無理やりあの引き打ちしづらいというのも引き打ちしよう、新たなそのルートをステージをどんどん、リアルタイムじゃなくて、ゲーム中にコロコロと作り上げることによってその引き打ちばっかりになってるっていう現状を回避しようとしてるっていう構造になってる。見えないんですけど、
お前おっとおっと、あ、びっくりした。そうなんよね、引き打ちばっかりになってまうからね。あ、秘密のヒットポイント払ったら死んでまうんちゃうかな、これ。ヒットポイント回復してから来よう。どっかヒットポイント落ちてたっけ。あ、マップに見たら落ちてるのが分かるから、ここでヒットポイント落ちてた覚えがあった。よしよし、ヒットポイント支払ってアイテム買ったよ。あ、ミニボス面だ。よいしょ。正直このゲームフルハイデフじゃないと画面外から弾が飛んでくるっていう理不尽に遭遇するから、一応解像度は高めで、高めのプレイをおすすめします。日本人がプレイするんだったら、まあ、ハードランク推奨です。多分ノーマルランクでプレイしてたら多分プレイ中に飽きると思う。最初の1回目ぐらいいいと思うけんね。よしよし、あ、でヒットポイントの増やし方ですが、このブロックの中に隠れているこの N っていうマークを取ると、ハートのかけらがどんどん増えていきます。で、今の難易度で言うと、再生元の解像度低いから解像度上げてもドット荒くなるだけなのに珍しいね。そうですね、どちらかっていうとその解像度上げると元の画面が広くなるっていう形なんだけど、このゲーム解像度上げるとマップするのが広く、ゲーム中画面中に映るその敵の数なり敵なり、そのままその画面そのものが広くなるっていうのは結構珍しい作りだと思う。珍しいっていうか、それどうなんて思うけんな。解像度によってゲームの体験変わるっていうのはどうなんよって思うんだけど、ボルエさんおすすめのアベスの2作目が1作目と全然変わってなくてがっかりしました。あー、ウェーブズはね、正直1作目の方が面白いですね。もともと2作目の方の感じのそのマルチプレイヤー向けの対戦ゲームを作ろうという形で考えてたらしいんだけど、まあぶっちゃけとパッとしないですね、あれ。めっちゃ弾飛んでくるんだけど、あ、見えへんかった。あ、ちなみにこのボス欠陥品です。あの最初のウェーブ倒したらここにいるだけで死にます、敵が。どんなゲームやねん。さあ第4層、この辺ぐらいから真面目に無敵が強くなっていきますね。次のフロアまで、テイキングダメージ食らわなかったボーナスに入る。無理だろこれ。
隠し面あるけど、どうしよう。ヒットポイント回復してからするか。ヒットポイント相当増やさないとな。っていうか、あ、死んだ。今風の BGM くらいしか褒めるところがない。で、このような形で、全5面、最後にいる、ワーデンという、巨大ロボットを倒すとゲームクリアになります。まあ、ノーマルランクだったら、まあ、普通に、そうですね、50分弱ぐらいでクリアできるって形のゲームになってますね。で、ゲームの特徴としましては、その、ボス面が、遮蔽物なしで弾幕と付き合わなくちゃいけないから、それに向けて、フィールド、じゃなくて、ダンジョンを探索して、アイテムをたくさん集めて、パワーアップしていきましょうっていうことで、弾幕シューティングに対して、プレイヤースキルだけじゃなくて、その、アイテムを集めるっていう行為で、対抗していくっていうのが、このゲームの、ローグライク要素になってます。まあ、弾幕シューティングのボスの弾が、あ、ゲームがバグった。ちょっと待ってね。ゲームがお亡くなりになった。弾幕シューティングの、ボスが、その、ローグライクの探索と生存の探索に当てはまる形になってて、の、ボスの弾幕に対抗するためにアイテム集めるのが、ローグライクの探索になってます。で、こないな、いきなり隠し部屋見つかった。さあ、ちなみにこれ難易度ミザリー、一番難しい難易度にするとどうなるでしょう。まあ、敵のヒットポイントそのものが上がるとともに敵の耐久力も増えて、で、さらに、ヒットポイントを増やすために集めなくちゃいけない、ハートのかけらの量が増えます。で、あと、弾幕がひどくなる。こないな具合で。なんで、このゲームに、そうですね、その、弾幕シューティングの様子を求めようとするんだったら、難易度一番高いやつから、始めていけばいいでしょう。あまりでも人にお勧めできる難易度ではありませんが。なんで海外のシューティングはどこが公園や。異常に硬いよね。だから日本のゲームのすごいところって、その難しさと厳しさをいろいろと両立させてるところがすごいなと思う。うん、てか海外のゲームの難易度の設定が雑なんやってたそうなんやけど、ただまあツインスティックシューターって難しいよね、その辺バランス取るの。まだこれはいい方でバランス取れてるとは思うけんな。そのツインスティックシューターで肘打ちばっかりだから時期より早いという時期とちょうど同じぐらいのスピードの、敵が本当にうぞうむぞ大量にやってきて、でその敵の群れで押し殺そうとするっていうタイプ、見たらジオメトリウォーズみたいな感じですね。
あれがやっぱベースになってるとこはあるかな。ほんでステアムのレビューがすごく良いんだけど信者脳なの？信者脳ですね。ただ信者脳だと思うんですけど、個人的にはアメリカ人だったらちょうど楽しめる難易度なんじゃないかなと思ってる。うん、この弾幕シューティング遊びたいとは思ってるんだけど、やっぱその基本的にはその10年20年経験を積んでようやくプレイができるっていうジャンルのゲームではあるから、みんなすっかり忘れ気味だと思うけど、その日本だと当たり前のように存在するゲームだ、ゲームジャンルであるけど、あかその敵ほんま、海外でこの手のジャンルを幼少の頃からプレイしている人間ってまずいないからね。それが、ハッカーのスラッシュ要素で手軽に遊べるようになってるっていう点に関しては、特に何もなしだった。書き上げて何が手に入った、あ、ニュークが手に入った。オッケーオッケー。ディフェンスショップ、18クレジット18点、何も手に入らないやろ。話題になるゲームは発売直後でもレビューが数百回いくからね。数百も、まあそうですね。まあでもレビューの件数が増えれば、レビューの件数がまだ言ったら少ないってのあるかもしれないな。けど今のところ僕が見てる分にはそれほど、そうだな、多分このゲーム多分ダメだと思って言ったら多分もともと買わないんだと思うよ。画面見て、画面見て、あ、これいいかなって感じで買わないと思うんだよね。実際買った人の何割がレビュー職人やろ。わかんない。レビューは真面目に書くより落としやった方が10倍くらい伸びるから好きじゃない。ああ、まああとスチームレビューそのものとしても、スチームレビューな、敵はどこにおんねん。すごく真面目に書いてる人もいるんだよね、あれ。うん、そうそうそう、なぜその努力を他に使わないって形あるけんね。あー、きつかった。最高難易度になるとさすがにきついな。まあまあ正直、難しいなあ、そう言われると。は書かないですね。スチームレビューでしょ、うん、あんまり書こうって気はせえへん。
まあ、スチームインプレッションだったら分かると思うけど、僕はレビューとインプレッションはちょっと切り分けてるので、インプレッションはインプレッションで、まあ、それはそれで参考とさせてもらうけど、やった人レビューとなると、まあ、批評に当たるわけだからさ、その、どういう考えで批評してんのかっていうのがわかんないよね。で、それ、それてないしさ、例えばその、桜クリッカーのレビューなんかに関しても、各人それぞれがレビューポイント、レビューする点が違うわけだから、全部を全部同じような、各人それぞれがレビューに対して書いてる内容違うのに、それを同じところに並べてしまうのはどうなんかなと思うよ。あ、ちょっときつい。インプレッションとして参考にするけど、レビューって言われるとちょっとなっていうのは正直あるね。あ、結構きついね、思ったよりは。まあさすが最高難度だけあるよ。ぶっちゃけ日本の方だったらこれぐらい難易度だったら全然問題ないと思いますね。3発か4発ぐらい、4発ぐらい当たってんやろ。じゃあ役所やみたいな形でクリアできると思うんですよ。ただアメリカの方やったらそうならへんと思うから、アメリカの方には多分評判がいいと思う。あのクソ難しい弾幕シューティングがプレイヤースキル以外の方法でも遊べずヒャッハーみたいな形でついてるんだと思う、ポイントは。うん。そういう点では珍しいゲームだと思う。相当めんどくさいこいつ。あー、きつい。減った。よくシールド増えるわこれで。うん、そうやね。そこ結構悩みどころで、僕もそれは考えた。それってほんまにシューティングゲームの面白いとか楽しめてんのって言われると結構難しいな。だから弾幕シューティングの面白さをスポイルしてる部分も確かにあるよね。この言ったら、まあ簡単に言うと、その時期を強くしてあの弾幕シューティング遊びましょうっていうのは、この膨大な練習を積んでようやくその達成するっていう、膨大な練習の果てにようやく困難を達成するっていう作りと反してる部分はあると思う。いった。アメリカ人って格ゲーも下手なの？いや、下手じゃないと思うよ。ただ日本みたいな、感じじゃないとは思うね。どう言えばいいのかな。やるからには上手くならなあかんみたいな。やるからには上手くならなあかんみたいな感じの、そういうのはないとは思うんやけど。うわ、いった。まあ僕個人として言わせていただくなら、これがノーマル難度やったらもっと良かったかなって思いますね。まあ言ったら、その日本の方が見たらこれやっぱどうしても難度が低いよねっていう、日本人が見ても理不尽なほど難しいっていうんだったら、
このゲームシステムに合ってたと思うけど、日本の方が今現在のこの一応最高難易度を見たら多分あひどいなっていうのはわかると思うけど、多分アメリカの方だったら普通にカジュアルにプレイしてる方々で言うと多分ノーマルランクでも十分ぐらいひどいゲームになってると思うんよ。でいざ日本の弾幕シューティングに憧れて、弾幕シューティング作りましたっていうメーカーはメーカーってゲーマーいくつかあるけど、それでもやっぱ日本の弾幕シューティングとまた、まあ、ちゃんと歴史と実績の元に開発された弾幕シューティングとは違いますから、言ったらただ難しいだけのゲームになっているところはある。その難しい、まあアメリカのゲーム弾幕シューティングはこういうものだって別に決めなくていいよね。そうそうな。でも正直今の日本の弾幕シューティング見るとある程度フォーマットみたいなものは決まってると思うよ。その弾幕シューティングはその弾を避けるっていうんじゃなくて、その弾をパズルのように組み合わせていくリアルタイムパズルゲームみたいになってるとこあると思うんだよね。その膨大な反復練習からどんなパズルが来るのかっていうのを覚えて、でそのパズルに合わせて最適な行動を取っていくっていうのを模索していくっていうのが弾幕シューティングになってる。ここ近年の作りとしてはそれが あらかじめ予兆なりがちゃんとあって見やすいなり当たり判定小さくして、避けやすくしてる。あ、ごめん間違った。当たり判定小さくして避けやすくなってるけど、その分弾の密度がすごく増えても実弾と弾の間を抜けるとまず不可能になってきてるから、じゃあその弾っていうのは結局大きな当たると死ぬ障害物って扱いになってて、当たると死ぬ障害物がたくさん入って、まあ、言ったグラディウスのクリスタルステージみたいな感じになってんねんね。で膨大な反復練習によってそのグラディウス の, その, あのクリスタルステージのその弾のを避けれるようになってるっていうのが弾幕シューティングの今の流れやと思う。さすがに難易度最高で2面前行ったらそろそろ死ぬやろ。あ、さすがにちょっと今の知らん攻撃やった、まあ、ボスも難易度が上がったらいろいろと、攻撃パターン増えるんで、こいつでも死なへんかったんか。あ、ブレードモジュール手に入った。あ、このゲーム終了しました。ブレードモジュールは手の目の前に弾を消せます。はい、以上です。こんな弾消すとかいうアイテムをその無条件で作んなよって話でさ。ボス動かないのね。ゲームの意味がない気がする。ないねんな、それが動くボスがおらへんねんな。まあ言ったらその弾の数そのものはすげえたくさん出てるけど、まあやっぱ正直その日本の言う弾幕シューティングほど洗練されてるって感じは正直ないね。マインマスターとコンパスマスターとミディアムヘルス、ヘルス増やすか、さすがにちょっとそろそろヒットポイントきついし、もしかして連続でウェイトなしでブンブンできる。いや連続はないけどほぼ連続ですね、このウェイトだったら。この比率で動かしてますが、この比率で言うとはっきり言うと我々の業界ではほぼ連続ですよ。まあアメリカの人々も別に全く日本のゲームやってないってわけじゃないですか。ある程度その辺は見て学習してるとこあると思うんですけどね。
それにしてもこのゲームのブレードの比率は ひどすぎる。正直これでゲームが終わってる。あ、きつい。でもともと引き打ちすれば強いゲームだなわけなんで。あ、死んだ。あー、もうダメだった、さすがに。まあ多分日本で言うと、は、まあ多分ない、最高難易度で遊ぶんだったら多分日本人のお気に召すと思う。ただまあ、ある程度お国柄の違いで、そういうその高難度シューティングに対してのその慣れなり、その体制なり、もともと土台があるっていう形なんで、このゲームの良さが目立たないかもしれないんだけど、いざこれをマウスとキーボードでプレイするなりですね、まあ、高難度シューティング、知ってるけどやったことないんだっていう人がプレイする分だったら、ノーマルランクでも十分楽しめると思う。うまくその、説明した通り、ボス面で真面目に弾幕シューティングやんなくちゃいけないんだけど、エリアを探索して、ダンジョンを探索して、アイテム集めたら、アイテム集めることによって、プレイヤースキル以外の、以外で、弾幕に対峙できる。弾幕と付き合える。弾幕を、弾幕と戦えるっていう要素に関してだけで言えば、新しいゲームだと思う。まあ言ったら、そうです。レイディアのシルバーガンの、ストーリーモードで何周も何周もして、パワーアップしまくるっていう感じのプレイですね。あれもまだ一つの解決方法だったと思うし、あとガイアポリス、まあ、アクションゲームの方になるんだっけ、ガイアポリスのパスワードを入力して、どんどん、キャラクターを育てていけば、キャラクターを育てていこうっていう作りにしてもそうだし。あと、イシタか。イシタの復活もそうだね。とはまた違う方向で、パワーアップして、弾幕シューティングを、普通のシューティングなり、普通のアクションゲームにしていくっていう工程が、この、スターワードローグになってます。で僕自身としては割と気に入ってます。やってて面白いです。だけど、これを人に紹介するとなると難しいよねっていうところで結構悩みどころのゲームでした。そうだなぁ。そうだなぁ。悪くないと思うんだけど、今の、俺も好きそうな感じだ。今その、リスナーの方からコメントいただいてる分で言うと、特にっていうのはありますね。それ多分その、ツインスティックシューターがどうしても引き打ちがメインになっちゃうっていう部分が一つあって、多分もう一つが、その、常にそのテンションをガンガンと上げていくっていうタイプのゲームではない。だから、ヒットアンドウェイでとにかくリスクを回避していくっていうゲームが中心になってくるから、それで、その、ずっとテンション上げ上げっていう感じのそのシューティングゲーム、まあ言ったら、まあ縦スクロールの横スクロールのその、のシューティングゲームと違う感覚になってるから、これほんまシューティングゲームなんていう感じはするところはあると思う。じゃあ BGM 差し替えたらテンション上げ上げになるんかって言ったらそうでもなく、なんだよな。なんで、またこれもまた別のリスナーの方から指摘いただきましょうになるんですけど、その、このローグライク、まあ、ハクスラですね。ハクスラと融合したことによって、弾幕シューティングのいい部分がスポイルされてるんちゃうんかって言われると、まあ、確かにそれはあるとは思う。今現在 Steam のレビューが、異常に高いっていう理由の、もう一つとしてはですね、思ったよりこのゲーム売れてないらしい。初日なり二日目のセールを見てですね、アーシェンゲームズ社長のですね、クリス・バークがですね、思った以上に売れてないっていう風にこぼしてた。なんで、本当好きな人だけが買ってるわけだから、スラスチームのレビュースコアも高くなるわけだけど、あんまりそのレビュースコア高いっていうのは結構、なんていうか、気をつけなくちゃいけないなぁと思うとこあるよね。その好きな人しか買ってないっていう部分があるよね。じゃあ、毎回、スチームスパイナリ使ってて、その、実際どれだけ売れてんのかって数調べてからレビュースコア参照するのかよって言われると、それはそれでってとこもあるんだけどね。スチームで実際にその販売数見れたらいいなと思うんだけどな。
なので、悪いレビューがつくほど、このゲームの知名度が広まってないっていうのは一つ要点だと思う。なんで、今見てもらった通り、この辺のダムワークシューティングが好きだけど、それほど自分その、なんていうか、今からほんと地平と入って2ヶ月3ヶ月使ってライデンファイターズクリアしてやろうっていう気力がなくですね、ないけどダムワークシューティング好きなんだっていう人だったら楽しみやすいと思います。言ったら僕みたいな人ですね。昔やってたけど、もう今時、若い時みたいなさ、形でさ、もう50円山積みにしてさ、一日中ゲームセンターに張り付いてさ、で、もうレンコインレンコインレンコインしまくって、くっさ、野郎のハイスクは俺の名前で塗りつぶしてやるぜっていう風なぐらいの気力でゲームやれって言われると、いや、ちょっと無理ですわって話になるじゃん。なんで、まあ、そういう点で言うと僕もカジュアル層だからこのゲームはいいなと思うんだけど、まあ、ガチで今もう現役でシューティングゲームやってますって言ったからするとこのゲームはあまりその魅力的には見えないのかもしれない。うん。なので、弾幕シューティングを楽しみやすくし、遊びやすくしましたって部分に関して、その楽しみやす、遊びやすくしましたって部分に、ハッカー&スラッシュを導入する。で、そして、常にゲームが難しくなっていくので、ちゃんとアイテムを集めましょうっていうところで、探索と生存の、ルールが働くっていうところで、ローグライクって名前がついてる。うんだけど、まあ、ローグライク単体で見たとしても、特に目新しい要素なく、弾幕シューティングとして単体で見ても特に目新しい要素なくって形で、目新しい要素がないゲームと目新しい要素が、ないゲームが合体して、特に目新しい要素がないゲームが出来上がったって形になってます。です。厳しめの発言でありますが、誰もこんな真面目に普通のゲームをアーチェンゲームで求めてないよって話でさ。っていうところはある。なんで、僕がこのゲームを初めて触って、アーシェンゲームズの割には普通のゲームだなっていうのが、一番の感想でしたが。ので、スタードック新人チャンネルを、古くからご覧になられてる方からもしても、まあ、アーシェンゲームズじゃ普通のゲームだなっていうのと、なんかパブロ・ベガが思ってる曲作ってないっていう部分がちょっと引っかかる部分でありますね。で、ぶっちゃけで言うと、このゲームのローンチの時点で24時間で無料で配布してたバイオニクリエイスの方が、5倍ぐらい面白いです。残念な結果になってしまいました。はい、以上。本日はこちら。スターワードローグというゲームを紹介させていただきました。例えば10ドルですが、バイオニクリエイス持ってると、25% オフ。ハンブルストアだったら、10% オフからさらに 15% オフって形で、計算すると 23% オフって形で若干高いので、買うんだったら、スチームでバイオニクリエイス持ってるんだったら、スチームアカウントで、お買い上げいただければいいでしょう。でから、バイオニクリエイス持ってないんだっていう人はですね、今、ハンブルストアの方で、バイオニクリエイスが 75% オフになってるので、とりあえずバイオニクリエイスだけ買いましょう。スターワードロークはそれが気に入ってからでいいです。以上。こちらの、本日は、この新作、スターワードローグっていうゲームを紹介させていただきました。それでは、YouTube の録画を終了します。